あの CD買ったばっかなんですよ。進行が混ざっちゃう。
つなぎますか。ああ。そうですね。あ、今回5曲やるんですけど、なんだろう。次やるボンファイアが一番難かったです。うん。なんでちょっとね、知らない人は多分大丈夫だと思うけど、知ってる人はね、あったかい目でちょっとお願いします。この次の曲、一番俺何も弾かないですよ。一緒に歌ってください。トレーニングって言ってた。どんだけ ING つくんですね。はい。
はいはい、あの次はあのなんだよ、静かじゃない、なんか結構フェスとかで盛り上がる曲かなと思うんで、なんか午前中最後なんでね、お昼前にちょっとお腹を空かせるために動いてくださいね。グランニングトレーニング。ハイエイタスで、まず5曲やるとね、あの思わんかったんですな、これな。で、なんだっけ、そう、あの僕ハイエイタスってあのサードアルバムから入ってるんですよ、なんかおしゃれなやつから。で、僕ファーストとセカンドってあんま聞いたことなくて、でね、あの曲決めるときに、いや、僕ハイエイタスはファーストとね、なったでしょうって、ファーストとセカンドがバンドっぽいよねっていう話になってね。そうなんですな。だからリクは好きとは言えど、1、2枚目を聴いてなかったから、そう、だからもうこれは初めて、もうほぼ、ね、はい、今回のために聴いてます、ね、聞いたような感じでね、はい、というそんな意味では、仕事でいいですよ、ワン、ツー
ございました。